俺の名前はサコヤマト。一条の兄貴、どうしてこんなことに。一条の兄貴の悲劇に思わず目を覆ってしまう武闘派の射程です。ついに幕開けした強国組と半グレ組織カイエンとの共演戦争。ケルバが逆向いたぞ、チャンスで。イガラシ、お嬢せよ。そのきっかけはイガラシの親父が乗っていた車が。どうすんわ、頭を押さえろ。カイエンの構成員によって襲撃されたこと。イガラシの親父は死んでも取らせません。クロマネ、親父こっち。なんとか親父の身は守ることができました。しかし最前線で戦った黒羽の兄貴は重傷。なんだこれは。くそったれ、繁華街で何があったってんだ。しかも奴らは多数の一般人も巻き込んだのです。この強行に対し親父は怒発点をつきました。カイエンのふざけた蛮行を許すわけにはいかねえ。メンツと国連外を守るため奴らの完全瓦解を命じる。カイエンをこの世から消す。はい。こうしてカイエンとの共演戦争が宣言されたのです。その日から俺たち射程人は日夜カイエンのアジトを探っています。波岡、何か収穫はあったか。いいえ、延べ40人の半グレに聞き込みましたが情報はゼロです。そうか、こっちもだ。しかし未だその特定には至っていませんでした。それどころか逆に情報力では敵に遅れを取っていたのです。これが一条のしのぎルートです。ああ、もう見つけたんだ、優秀だね。奴らはなんと一条の兄貴の行動パターンを突き止めたのです。一条孔明、奴は京極組の主戦核であり精神的支柱だ。手始めに死んでもらうにはちょうどいい。そう言って笑う奴の目には紛れもない狂気が宿っていました。しかし奴らには一つ懸念点がありました。だが一条のルートは様々なパターンがあり、曜日や時間帯もバラバラだ。ああ、時間はかかるかもしれんが、そこは根気強く張り込むしかない。そうです、こちらとしても簡単にルートを特定されないよう策を打っていたんです。その会話を聞いていた吾妻が立ち上がります。待たされるのはあまり好きじゃないな。吾妻さん、これは。そしておもむろに大量の札束を机に置いたんです。そして奴は不敵すぎる笑みを貼り付けながら、この戦争にルールなんてない、勝つためにできることだけを考えてほしい、金なら好きに使っていい、そんなことを口にしたのです。それから数日後、角中が動き出します。実にいい眺めですね、完璧だ。ああ、ありがとうございます。それで何のご用でしょうか。奴らはルート上にある店に目をつけ、この金で少しの間お店を貸してもらえないですかね。そこを貸し切りにかかったのです。奴らはこのように手はずを整えました。すげえな、こっからなら打ち放題だ。奴を地獄に送るのにこの上ない場所だな、さすがだ。俺はここの前を通るまでこの店でひたすら監視体制を取る。他にも奴のしのぎルート上にある店を数箇所押さえる。それぞれがそこで監視だ。なるほど、誰かが一条を見つけたらまずは不意打ち、即座に仲間に連絡し集合というわけだな。いいアイデアだ、ホヤ中の絨毯で殺しちまえばおしまいだけどな。そして奴らはそれぞれの持ち場で一条の兄貴が通るのを待ち続けたのです。それから2週間が経った頃、一条の兄貴、次が最後の回収になります。花沢がしのぎ覚えていと嬉しい。一条の兄貴が花沢を連れて森大の回収をしていた際、角中さん、俺って。ほう、よくやったぞ錦戸。恐れていたことが起こってしまいます。一条の兄貴の姿が角中によって、間違いない、一条孔明だ錦戸、各所に連絡しろ。捕らえられてしまったのです。この時兄貴は前後左右に気を張っていたのですが、今のところ敵の気配はね、さっさと仕事を片付けて戻ろう。まさか店が貸し切られているとは想定していませんでした。そんな兄貴たちに角中と錦戸の銃口が向けられます。さて、地獄に行ってもらうか。ザクは俺がやります。いや、ザコは殺すな。奴が生き残ってることで足手まといになり、一条は自由に動けなくなる。なるほど、では足を打ち抜きます。この角中という男、見た目以上に狡猾でした。一条の兄貴、構想中でポンポンパーティーが全然できなくてストレスたまりんぼクラブです。なんだ、誰かに見られている感じがする。視界にはいねえ、どういうことだ。そして次の瞬間、
今だ、錦戸を撃て。せえ。二人の引き金が一斉に引かれます。それは完全に今日ついた奇襲。やっぱな。にもかかわらず兄貴は超反応で弾丸を回避したのです。しかし花沢はそうはいきません。教団を太ももにもらってしまいました。さらに角中たちは追い打ちをかけます。一条、今日が命日だ。海さっぶちまきやがれ。2階から降り注いだのは容赦ない弾丸の雨。しかしそこか、この腐ったりを。ちマジかよ。さっきの銃撃で敵の位置を把握した兄貴が打ち返したのです。面白いな一条孔明、さすが一筋縄じゃいかんか。するとそれに応じて角中も戦い方を変えます。奴は獲物である棒を手に。一条、貴様の息の根は俺の棒術で止めてやろう。地上に堂々と降り立ったのです。桃を撃たれた花沢は動けない状態でした。一条の兄貴、申し訳ありません。花沢、止血バンドだ。それで足の付け根をきつく縛れ。あのクソをぶち殺してすぐ闇医者に連れて行ってやる。その後兄貴と角中が睨み合います。開演のクソったれだな。そんなに地獄に行きてえなら望み通りにしてやるよ。愚か者が、白兵戦でこの角中まさきに勝てると思うのか。戦いの火蓋が切って落とされると思った。その時なんと錦戸が少し離れた位置から、死ね一条、突然発砲したのです。それは不意打ちでしたが、当たるかボケ。一条の兄貴の想定内、弾丸を外します。それとほぼ同時でした。一条孔明、その心臓を開演に捧げてもらう。たった一歩の踏み込みで、その棒は正確に兄貴の心臓に突き出されます。その一発で兄貴は肋骨付近から出血します。棒が拡大したようにしか見えなかった。こいつは手強いな。その足へし折ってやるわ。危ねえな。角中が一条の兄貴に棒術特有の猛攻を仕掛けます。突き、投げ、打ちと角中の棒は変幻自在。さすがだな一条、だが幸運はいつまでも続かんぞ。永遠に続くんだよ。やべえ、特殊な距離感だ。中に入れねえ。あらゆる角度から兄貴を襲い、懐に入らせません。そして息もつかせず、錦戸の弾が兄貴を襲います。こっちも忘れんじゃねえぞ、眠り魂。ですが兄貴は奴の銃撃タイミングを読み切りました。雑魚はおとなしくしとけよ。さらに片手をナイフからチャカに持ち替えていたのです。それを見た角中の棒が兄貴に襲いかかります。貴様一条、なかなか厳しいけど覚えてきた。しかし一条の兄貴は戦いの中で棒術に適応。するといきなり、地獄への選別だ。二発チャカを撃ちました。その弾は倒れながらも兄貴を狙っていた錦戸を正確に捉えたのです。兄貴は再び距離を取り、角中と向き合います。待ってろよ、次はお前が行く番だ。一条、もう手遅れだ。その時角中の口角が上がったのです。そして形勢は逆に傾いてしまいます。貴様が一条孔明か。噂通り骨がありそうな目をしている。連絡を受けていた海援幹部の優馬大輔が現れたのです。奴があえて向かったのは花沢の方。将を引とせばまず馬を追いよ。短い人生だったな、思う存分地獄で嘆け。うわ。花沢は目に涙を浮かべて叫びます。一条の兄貴はそれを見過ごしません。何してんだこら。すると即座に優馬に弾丸を飛ばし、登場して即死んどけよ、うちの若い衆はやらせねえ。一時的に花沢から離させました。しかし角中から目線を切れば、愚か者が敵に背を向けるな。奴の棍棒が背後から飛びます。ですが兄貴は棒をかいくぐり、お見えてんだよハゲ。奴のどてっぱらに強烈な蹴りを打ち込みました。直後ユーマが一条の兄貴に向かってスタート。兵は神速をたっ飛ぶ、瞬時の判断も素晴らしいな一条。ちぇ、忙しいなおい。兄貴もダブルナイフに持ち替え、ユーマを迎撃する構えを取ります。ユーマが真上から強力な斬撃を叩き落とします。さあ一条、二つに分かれるがいい。おら、見えてるぞ。しかし一条の兄貴はナイフを交差して受け止めます。我が剣術は我流、足も出るぞ。正統派じゃねえのかこいつ。
距離を取った一条の兄貴が花沢の横につきました。花沢、命令だ。今すぐ走って逃げろ。そして花沢に向かってそう指示します。でも兄貴、足が動きません。しかし花沢は立ち上がることができません。次の瞬間、一条の兄貴がブチ切れます。じゃあそのまま死ね、バカ野郎。生きたき足がちぎれようが走るしかねえんだよ。当然その怒りは花沢を生かすためのもの。はい。その企画は花沢の弱い心を動かします。直後、一条の兄貴が地面を蹴ります。さっさと行け、若造が。こいつを逃がすまではやるしかねえ。そしてユーマに真っ向から切り合いを仕掛けます。おらおらおら、一条、噂に違わぬ剣が強。それと同時に舞う互いの鮮血。それを受けて花沢は、俺がいちゃ足手まといになるだけなんだ。ベチャベチャと歩き始めました。ユーマも東北を代表する剣豪。ならこれはどうだ。当たるかよ。いかに一条の兄貴といえど、簡単にねじ伏せることはできません。しかし一条の兄貴の敵はユーマだけじゃない。こっちもいるぞ。もらった。ちっ、角中が死角から放った強烈な突きが、クソが、結構深くいったか。兄貴の額を切り裂いたのです。一条の兄貴は即座に後退して距離を取ります。痛えなハゲ、殺してやるよ。花沢が逃げ切るにはもう少し時間がかかる。その時でした。なんとさらなる援軍として現れたのは、おりやがってんじゃん、俺も混ぜろよ。笑う死神こと海炎幹部の神道新一。それは一条の兄貴にとっても、なんだと、予想していないことでした。瞬間、神道が教団を乱射します。一条に死の通知状死んじゃいな。そが、兄貴は超反応を見せるもわずかに遅れを取り、その弾丸を腹に食らってしまいました。直後、兄貴が吐血。何人来るんだよ、暇人どもが。この短時間で一体どうなっている。一条の兄貴の前にはなんと3人の幹部。一条孔明、諦めてその心臓を海炎に捧げろ。どうせ皆死ぬ、何も寂しくはない。あの世でほんの少し待つだけだ。この状況絶望的だな。最後は俺にやらせてくれや。赤妻は兄貴が逃げないことを読み切っていました。一条孔明はいい男だ。だから相手が何人来ても射程を守り抜く。本当にかっこいいんだよ。まさに海炎は組織を挙げて兄貴個人を潰しに来ていたのです。しかしその状況で兄貴は、神技外れが、何人いても一緒だよ。道の苦悩、ゲスを三匹血祭りだ。強烈な殺意をその三人に突き刺したのです。次の瞬間、神道が連射で兄貴を狙います。自制の句だね、エンマに聞かせてやれよ。だが集中状態に入っている兄貴はそれを見事にかわします。しかし直後、神道の狙いが切り替わります。おいガキ、逃げられると思ってんのか、そこに寝転がっとけ。その狙いは、世の中そんな甘くねえ。まだギリギリ視界に入っている花沢だが、その刹那、一条の兄貴も速射を返します。させるか、死ね。危ない。その直後、ユーマの斬撃が降り注ぎます。やはりお前は危険だ、排除する。あ、しかしそれも兄貴を捕らえることはできません。だが3人の手だれによる波状攻撃は続きます。3対1はきついだろう。だが死ねば楽になる。次は角中の棒術。しかし一条の兄貴が起点を聞かせます。顔でも洗っとけよハゲ。足元の水たまりを蹴飛ばしたのです。角中を一瞬ひるませたことにより、小細工を、死ね。このタイミングじゃ当たらねえ。棒を避けるだけの余裕が生まれます。そして兄貴は片方のナイフをユーマに投げ飛ばします。お近づきの印にこれでもどうぞ。いらんわ。しかしそれは奴の長ドスによって弾かれました。その後、一条の兄貴は回り込むように、そろそろ死んでくれよハゲ。なんという速さだ。速攻で角中の間合いを侵略します。しかもその位置は、畜生、死角に入りやがったか。神道が撃てないように調整された位置。しかし至近距離に入り、距離を取らせてもらう。
角高が蹴り飛ばそうとします。その時兄貴の手に握られていたのは、正攻法ばかりと思うなよ、目つぶし用の LED ライト。うっ、ここに来ての変化球に角中が遅れを取ります。そして一条の兄貴が持つナイフがついに角中を捕らえます。ハゲ、てめえの方が眩しいのに何目つぶってんだ。うわ、その斬撃は奴を貫き完全な致命傷となりました。そして一条の兄貴は神堂に車線を渡さないために、おっと、盾になってもらうぜ。角中の体をつかみます。しかしほぼそれと同時、調子に乗りすぎだ一条。ちぃ、ユーマが刀を振り上げ真横にいたのです。こいつを離してかわしても弾丸の雨だ。クソが。そしてもらった一条。なんと一条の兄貴はその斬撃を浴びてしまったのです。しかし一条の兄貴が血を吐きながら、離れろボケ、ユーマを蹴り飛ばします。だが奴は吹き飛びながらも、この化け物め、角中はもう助からん、神堂を撃て、そのように指示を飛ばしました。それを聞いた神堂は、仕方ねえ、じゃあまとめて蜂の巣だ。何の躊躇もなく笑顔で二丁拳銃を乱射。だが兄貴は角中を盾にして凶弾を防ぐ。おお、クソったれよ。しかしそのうち何発かが一条の兄貴の体を削ります。この時点で一条の兄貴は相当血を流していました。まずい、このままだと防ぎきれねえ。しかもユーマが下手したら銃撃の合間に飛び込んでくる。次の瞬間兄貴は盾を捨てます。おお、仲間返してやるよ。そして直後後方に向けて走り出します。もう花沢も逃げた、これ以上てめえらとやり合う必要はねえんだよ。手の中ガラケー。無論神堂が撃ちまくる。ボケか、てめえのタイミングはもう掴んでんだよ。なんだ、ほとんど見もせずそれをかわしてみせたのです。すると奴の集中力が一気に上がりました。この神堂様をなめんなよ。そしてそのうちの一発が、一条の兄貴の脇腹を捕らえました。兄貴はもうボロボロでしたが、それでも角を曲がりきる。もう虫の息だ、逃がしはせん。その背中をユーマが追います。ユーマが角を曲がった。その時でした。なんとその角で、どうも、なめんじゃねえぞ。一条の兄貴がしゃがんで待っていたんです。ベタなやつに引っかかってんじゃねえ。兄貴が下からナイフを振り上げました。一条の兄貴はすぐにキビスを返し逃走します。気合で逃げろ、闇医者は遠くねえ。今の一撃で胸を裂かれたユーマは、一条め、次はこうはいかんぞ。即座に兄貴を追うことはできませんでした。現場に向かっていた俺が一条の兄貴を発見します。ああ、一条の兄貴。ああ、佐古、まだ月はあるみてだ。こんなボロボロの一条の兄貴は、昼なのに暗くなってきたぞ。城ヶ崎と戦った時以来見たことがありませんでした。そのまま闇医者の氷室さんのところへ兄貴を運び込みます。一条の兄貴がヤバいです。何、一条孔明が、その出血量、まずい、即座に輸血だ。幸い一条の兄貴は一命を取り留めました。しかしかなりの重傷でした。現場に戻るまで相当時間がかかると思われます。俺のせいで兄貴は逃げれなかったんです。すみません、すみません。泣くな花沢、とにかく二人とも助かってよかった。俺でもわかります、一条の兄貴がやられたのは痛恨だと。そしてこの戦争はさらなる悲劇を生んでいきます。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。